ゴールキーパー串引きです。最終ラインは右から岡本、城和、畑尾、小島正也の4バック、中盤のセンターに細貝と風間、2列目右に加藤、左に高木、今日は2トップは鈴木栗友と北川のコンビとなっております。ゴールキーパー志村、最終ラインですが右から岡庭、新里、袴田、小野の4バックです。中盤のセンターに小島正人と栗本、2列目右に柴山、左に山崎、ツートップは中野と富山のコンビになります。北川ファーサイド、畑尾は中央、その前に城和です。風間中央ヘディング、まだあります。左高木のクロス、ゴールポストですよね、はい、柴山、さあここも縦いった、中への折り返し、富山コントロールして一旦後ろに預けます。さらに後ろがシュートが来ましたが、まだこぼれているシュートが来た、おお止めましたね。最後は串引きセーブ、決定的でした。大宮決定的でしたね、もう一回もう一回もう一回、中に運んでいって後ろに預けて、またここもサイドを変えに行くようなイメージ。岡本が来た、志村が止めています。いや岡本選手、はい、よく最後ファーまで詰めてきましたね。袴田の位置から浮き球のロングフィード、いいボールですね。さあ芝山、中3枚で岡庭のサポート、後ろから小島正人、ここも枠を捉えていたはずです。袴田の位置からこの体格のボールが出てきます。芝山ヒールで流して岡庭のクロス、後ろは栗本、いや決定的でしたね、はい、最後また大宮に決定機、しかし串引きストップ、栗本が入ってきました。ここもどこに合わせていくかですね、そうですね。他にはキーパーとディフェンスの間に入れてきた、串引きがキャッチしています。入ってきたのは袴田でしょうか。よく合わせましたね、袴田選手、ボールも非常に良かったですね、はい、キーパーが飛び出せないディフェンスラインとの間のところですね。城和が出てきました。右サイド岡本で、この位置に川本、うまくターンした、左サイド相手パスがシュートを打ちました、まあ、距離があるところ川本のシュート、しかしキーパー志村ストップ、このターン良かったですよ ね、まずで前を向いて、でこうサイドに流すという選択肢もあったと思うんですけども、思い切ってゴールに向かってシュートを打っていくというのは非常にストライカーらしいと言いますか。ファーサイドヘディングシュート、79分セットプレーから先制くんだ、風間コーナーキックに畑尾、畑尾選手来ましたね、はい、まあ、前半も惜しいシュートありましたけども、まあ、ゴールの執念といいますか、はい、よく飛び込んでいきましたね、これです。相手の選手も整理に来ていて、はい、まあ、勇気いるところだと思うんですけども、5、3人に近い形になっているかもしれません。ロングボール掘り込んで、このセカンドボール右サイドからいきます。武田一旦戻して岡庭のクロス、ファーサイドへヘディングシュート、今のは川本選手が左に出ている形で 5-4-1 のような感じですかね、はい、そうですね、まあ、これいいボールでしたけどね、ヘディングも合わせに行って惜しかったです ね、でまだセカンドボール回収、大宮右に広げます。で外には武田がいますが、持ち上がって岡庭のクロス、ファーサイドへ、そしてここで試合終了の笛です。1対0。
ホーム群馬勝利。まあ、大宮38ポイント群馬36ポイントで迎えたこの第39節、群馬に3ポイントが入りました。